暗いな。どうなってんだこりゃ。ねえ、これやっぱ僕らが不法侵入ってことになる？まあな。行こっか。おい、てめえら誰だ？どうすんの、八神さん。そんなの行くに決まってんだろ。ねえ、奥に人の気配がする。まだ他にもいっぱいいそうだよ。向こうも俺らに気づいた。次は多分武器を出してくる。下手したら銃も。ここの連中は何なの？カムロ町のホームレスだな。それを多分一ノ瀬が金で手なずけた。おい、大丈夫かターボ？ああ、でも当たりだ。見張りが何人もいる。ここに何かあるのは間違いないよ。ショーノの秘密ラボか。車でここまで入ればもう人目につかない。死体を運び出したりするのにもうってつけだ。お前らだけで行けそうか？いや、そうだな。真冬に電話してすぐ来るように言ってくれる？警察も一緒にって。あ、なんだよ急に。俺ら今不法侵入中だろ。このままもし秘密ラボがあっても違法に見つけた証拠じゃ裁判で認めてもらえない。それって警官呼べば大丈夫になるもんなのか？いや、警察だって令状がなきゃ捜査は無理だね。なんだよ。じゃあなんで真冬ちゃんに警察連れてこいなんて言うんだよ。そこは俺にちょっと考えがあるからさ。とにかく真冬に伝えてくれる？俺らはラボを探す。わかった。暗いな。待って、明かりも持たずに中に入るのは危険だよ。何があるかわからないから慎重にね。うわ、なんでこんなところに水たまりが。しかもこの扉開かねえし。だから言ったでしょ、慎重にって。この靴気に入ってんのに。急にでかい声出すなよ。
こっちがびっくりするじゃねえか。ごめんごめん。さっきから何なんだよ。杉浦、おい杉浦、どこ行った？くそ。少しだ。よし。もう少しだ。違うか。ダメか。よし。よし。よし。もう少しだ。杉浦、お楽しみの邪魔するんじゃねえ。 あと3分もすりゃこいつは極楽行きさ。大丈夫か？なんとかね。本に切るよ。よし、それじゃ行くぞ。これでも食らえ！よし、今のうちだ。Whoa!
秘密ラボだ。なんであんたたち。ショード、あんたまで今ここにいるとは思ってなかったよ。タイミングが良かった。杉浦、この部屋をビデオで撮れ。やめろ。今まで目をえぐられた連中はここに連れてこられてた。警察の捜査で何が出てくるか見ものだな。被害者たちの指紋、毛髪、体液、 DNA、 ここにあるのは俺らがずっと欲しかった証拠の山だ。何の話だか。杉浦、どうした？ごめんね、八神さん。今までずっとみんなに嘘ついてたんだよ、僕。何の話だ？元梶平の社員だとか、あれ全部嘘。名前も偽名。八神さんのことも実はずっと前から知ってた。知ってて八神さんに近づいたんだ。僕の本当の名前はね、寺沢文也。寺沢？お前に焼き殺された寺沢恵美の弟だ。杉浦！みんな動かないで。そこのお前、ナイフを捨てろ！早く！殺人未遂の現行犯だ。手錠はいりません。もう危険はないでしょう。
彼は心配いりません。事件にするまでもない。いいのか。別に何も起きていません。しかし検事正、ここを鑑識に調べさせてくれ。連続殺人の現場だった可能性がある。そう考える根拠は？木戸から聞き出した。その程度の理由で勝手な家宅捜査はできません。まず裁判所の令状は出ないでしょう。令状の名目ならちゃんと用意してあるよ。何ですか？不法侵入の現行犯逮捕。つまりここは立派な犯罪現場だよ。封鎖して証拠保全をしないと。矢上君。なるほど。ここを調べるためなら逮捕されても構わないと。初めからそのつもりだったんですね。だから藤井君に警官を連れてこさせた。大した人だ。通せ、通してくれ。一ノ瀬事務次官。ここは厚生労働省の関連施設です。勝手な立ち入りはお断りします。へえ、ラブホの管理までやってるんですか、厚労省は。見た目がどうあれ、今ここはアドデック9の研究施設だ。重要機密だらけなんだよこの場所は。それなんですけど、俺が不法侵入したばっかりに悪いね。ここは警察で封鎖を。そうですよね。やはりそうはいきませんね、八神さん。ここで少なくとも4人殺されてるんだ。間違いない。証拠は必ず出る。現時点、博打だろうが今は張る時だ。困りましたね。そういう問題じゃないんですよ。何？ったく、てめえみてえのが本当の税金泥棒ってんだ。まあこいつも考えてみりゃ哀れなもんだ。自業自得とは言えよ。つうか兄貴は相変わらずお人よしっつうか。よ。ここはアドデック9の研究施設とおっしゃいましたよね、一ノ瀬事務次官。その通りです。アドデック9は日本の国家戦略ともいえる研究です。たかが不法侵入でそれをストップさせるなんてありえません。もっと柔軟に扱うべき案件ですね。何？検事正。ご理解いただけているようで大変助かります。では撤収します。全員速やかにこの建物を出るように。どうかアドデック9を完成させてください、正野先生。今後もうこのような邪魔は一切入れさせません。検事正、まさかあんたもアドデック9の利権に。
あなたもお引き取りを、八神さん。いつから森田検事正まで味方に？アドデックナインには味方が大勢います。何をしたって届きません。ふざけやがって。絶対に諦めねえからな。そうだ、先ほど木戸先生と連絡が取れましてね。今は黒岩刑事と一緒だそうです。何？チンピラに絡まれていたところを救われたとか。もうカムロ町には二度と近づかないでしょうね。